続いては、この奇妙奇烈な法廷受託事務というのがどういう経緯で、出来上がってきたのかというその経緯を説明する必要が出てまいります。その前にですね、まずおさらいをしておきますと、法廷受託事務というのは国、または都道府県なんですが、国が本来果たすべき役割にかかるものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律またはこれに基づく政令により特に地方公共団体にその処理が委託される事務のことを法廷受託事務と定義しています。そして法廷受託事務以外のすべての事務のことを自治事務と定義します。この法廷受託事務、なんともまどろっこしい概念なんですけれども、法廷受託事務について、正確に理解するためにはですね、かつて行われていた機関委任事務というものについて正確に理解する必要があります。実は現在では地方公共団体の事務は法廷受託事務と自治事務へと区別されていますが、昔はと言ってもですね、つい20年ほど前までは、平成11年、西暦で言うと1999年までは、機関委任事務と自治事務という分け方がされていたんです。ところがですね、この機関委任事務という事務というのは、地方自治の本旨に反する仕組みである。それとですね、自治事務の方についてもさらに細かい区分けがされていたんですが、その区分けがですね、内容そして判別方法が不明確であるといった批判が強く寄せられていました。自治事務に対する批判はね、区分けの批判なんで分類の話に過ぎないんですけど、機関委任事務の方はかなり深刻な批判がありました。どういうことなのかということをこれから説明していただきたいと思います。では画面共有を開始します。これですね、これはですね、戦前の地方自治というものなんですが、それがですね、機関委任事務というものに戦後になって変わり、そして文献改革における現在ではこのようになっていますという、そういう図なんですけれども、機関委任事務とは何かというと、この2つ目なんです。戦後ですね、地方自治法ができた昭和22年、西暦でいうと1947年から平成11年、1999年まで行われていた事務執行の仕組みであると理解していただければ良いかと思います。でどういうところで地方自治の本旨に反する仕組みであったのかというとですね、国の事務、本来国に属するっていう話をよくしていますけど、ここでは本来国に属するというよりかは本当に国に属していたんです。その事務を執行する権限と責任がですね、国の大臣のもとに帰属していました。ただし、その具体的な事務の執行は都道府県知事に対して委任されていたということなんです。都道府県知事という機関に対して事務の執行を委任する事務という意味で、機関委任事務と言われています。でここでは話を分かりやすくするために、国に帰属する権限が帰属する事務を都道府県知事に執行してもらうという類型を考えていますけれども、国に帰属する権限を市町村長が執行するという形の機関委任事務もあります。でこういうふうにもう、国に帰属する事務を都道府県知事や市町村長にという機関に執行させるというのを第1号機関委任事務、そしてですね、実は都道府県知事に帰属する事務を市町村長に執行させるという類型もありました。これは第2号を機関委任事務と言われていました。ここでお気づきになったと思いますけど、現在のこの第1号の法廷受託事務と第2号の法廷受託事務の区別というのは、この第1号の機関委任事務と第2号の機関委任事務に倣っています。つまり、
国に帰属する権限を都道府県知事や市町村長にその執行を委任していたのが第1号の機械人事務であって、現在の第1号の法定受託事務というのは本来国に属すべき権限なんだけれども、その権限の帰属、そして権限の執行というものをですね、事務の執行を都道府県知事や市町村長にが行っているというのが、まあ、それが第1号法定受託事務。昔の第2号の機械人事務というのは、都道府県知事に権限が帰属する事務を市町村長が執行するというのが、それが第2号機械人事務だったんですが、現在の第2号の法定受託事務というのは、本来都道府県に属するべき事務なんだけれども、それのですね、事務の権限の帰属、そしてその執行を市町村長が行っているというのが、現在の第2号法定受託事務という分類になっています。ただ私今とてもとても言葉を選んで丁寧に説明していたんですが、一見すると似ているようですが、機械人事務と現在の法定受託事務、全然違う事務なんです。どういうことなのか説明をしていきます。まず機械人事務というのは、国の大臣に本来帰属するはずの権限について、その執行ですね、事務の執行を都道府県知事などに委ねるという、まあ、これは第1号ですが、以下話を分かりやすくするために、第1号の機械人事務で、かつ執行するのは都道府県知事という類型を念頭において説明します。なんでっていうと、この類型が一番多かったからです。そして一番重要だったからです。で、まあそうは言ってもですね、こういう事務というのが都道府県の事務のほんのわずかであれば、それはたまにはそういう事務もあるだろうということになるかもしれませんが、実はですね、都道府県における機械人事務というのは、都道府県全体の事務のだいたい7割から8割を占めると言われていました。数えた人がいたんです。本当に、まあ、数え方もいろいろあるんですが、だいたい7割から8割と言われています。自治事務は残りの2割から3割しかなかった。市町村の場合、機械人事務の割合が少ないですが、それでも3割から4割が機械人事務でした。自治事務はだいたい4割、6割から7割ぐらいであったということです。そしてこの機械人事務というのは、権限の帰属が国の大臣にあります。例えば生活保護の事務を行う場合は、今は厚生労働大臣という大臣ですが、当時は厚生大臣です。あとは、都市計画の決定とかですね、そういったような事務を行う場合は、今ではまあ国土交通大臣というのがいますが、昔は建設大臣というのがいました。そちらに事務が帰属していたんです。権限が帰属していた。そしてその責任も国の方にあったということです。よく権限の本籍地が国にあったなんていう言い方をします。そしてなかなかいびつなのがですね、この機械人事務を執行する限りにおいて、国の大臣が上級行政機関、そして都道府県知事はその事務を遂行する限りにおいて、国の大臣の下級行政機関として位置づけられ、国の大臣の指揮命令に服したということなんです。それでも都道府県知事がこの事務の執行、まあ、住民向けに行っている事務の執行ですが、国の言うことなんて聞かないぞってなったらどうなったかと言いますと、それはですね、違法ということになります。それはだって国の大臣が上級行政機関、都道府県知事は下級行政機関で、その指揮命令に服するということだったので、よく通達などと呼ばれるですね、行政内部の規範が出されていて、この通達に従わなければ、都道府県知事の事務の執行、事務処理は違法ということになりました。で、例えばですね、国が職務執行命令訴訟というのを提起して勝訴すれば、事務を代わりに執行する、まあ、代執行というのですが、事務を代執行することも可能でした。さらに平成3年以前、1991年ですが、平成3年より前は、国の指示に従わない長をですね、クビにする、罷免するということも認められていたんです。あとはですね、機械人事務については、自治体は、その事務に関する条例を制定することができない、まあ、独自の条例を制定することができないとか、
監査が及ばない、あるいは議会の検査、議会の、まあ、調査が及ばないなどと言われていまして、議会人事務の事務というのは、まあ、その地方公共団体が事務を執行することにはなっているけれども、国の治外法権にある。治外法権って知ってますか？あの条約改正、明治時代の条約改正の時にですね、外国人が日本で何か犯罪を犯しても日本の裁判所が裁くことはできないっていうのを治外法権というんですが、そうした治外法権のようなものを地方公共団体の事務の中に設けているようなものだというふうに言われていました。さて、こうした機関員事務、地方自治の本旨に反する仕組みとして非常に評判が悪かったわけなのですが、どうしてこのような機械人事務が設けられていたのでしょうか。そのような機械人事務が設けられていた理由というものを紐解いてくると、実はこれは戦前の制度の名残であるということが判明してまいります。それでは戦前の制度というのは、戦前の地方自治の制度はどういうものであったのかをもう一度確認してみたいと思います。これがその戦前の地方自治です。なんか似てますよね。どういう話かと言いますと、これは、戦前、まず最初に押さえておかなければいけないのは、戦前の都道府県知事というのは、官選知事といってですね、国の具体的に言うと内務省という官庁の、まあ大体課長級以上と呼ばれていますが、内務省という官庁の役人がですね、まあ、管理というふうに言うんですが、内務省の管理が都道府県知事として全国に派遣されるという仕組みを取っていました。そしてですね、まあ、現在でも警察組織などはそうなんですが、都道府県というのは、都道府県の上級公務員、まあ、いわゆるその県のもちろん知事ですが、今では、まあ、今でいうとこの副知事とか部長、まあ、そのあたりのですね、上級公務員は、すべて、国家公務員、国の管理として位置づけられていました。これはどうしてなのかというと、戦前の都道府県というのは国の出先機関であったというその性格に由来します。つまり戦前の都道府県というのは、国がですね、明治政府が中央集権的に、まあ、富国強兵、殖産興業という当時の国家目標を達成するために、当時の国家目標をですね、くまなく国の隅々まで達成するために設けられた出先機関だった。でこのように考えますと、都道府県知事というのは官選知事、つまり国の内務省の管理が選ばれて派遣されるシステムであり、そして都道府県自体が国の、まあ、いわば下級行政機関、つまり組織的にも国の下級行政機関であったので、ある職務を遂行する、ある職務を執行する上で、国のその指揮命令を受ける、監督を受けるいうことを聞かなければ罷免されるといったような状況は、まあ、ある意味当然であったと言えるわけなんです。でこうやってみますと気づくのは、機械人事務というのは戦前の仕組みをそのまま引き移したような性格を持っているということなんです。でも戦前と戦後では一つ大きな違いがあります。それは戦前の都道府県が国の出先機関であり、戦前の都道府県知事が国の管理である、国の役人の中から選ばれて派遣される官選知事であったのに対して、戦後の都道府県知事というのは憲法で保障された住民による直接選挙で選ばれた民選知事である。そして都道府県は戦前のような国の出先機関ではないという大きな違いがあったはずなんです。それではなぜこうした機械人事務と呼ばれる仕組みが設けられたのかということについて、休憩を挟んでお話をしたいと思います。